部署とお名前をお願いします。部署はフロント業務です。綱木咲と言います。綱木ちゃんは普段何の仕事をしてますか？デザイナーをしております。デザイナー、デザイナーです。ちょくちょく出てくるよねデザイナーって。南部美人のこう SNS だったり、はい、商品説明の時にそのデザイナーが、はい、綱木ちゃん、好きなお酒、おすすめのお酒は何ですか？好きなお酒は梅酒です。トールーム天下無視。トールーム天下無視。何ですか、それが一番好きですか？いや、自分は、まあ、お酒が強くないので、あまり強くないので、この梅酒が一番飲みやすいです。優しい甘さでね、度数もそこまで日本酒ほど高くなく。9度なので。色も綺麗だしね。ピンク色で綺麗なんですよね。見た目もいいので。普段は梅酒をこう晩酌とかで飲んだりする？普段は飲まないんですけど、なんかこうふとした時に飲んだりする時があるんですけど、氷入れてロックで飲むのが好きです。リフレッシュ、リフレッシュのデザインに行き詰まった時に、あ、思い浮かばないな、ちょっと梅酒でも飲んでみるかってすっきりします。最後に一言皆様へお願いします。この梅酒はネットショップの方で森ジョビさんとコラボしてるデザインがあるので、ぜひそちらも見てみてください。素敵なデザインがいっぱいあります。味も美味しいのでぜひ女性の方飲んでみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。